何？ちょっと待って。なんだよ。適当すぎんだろ。気になってしょうがない。いや、なんで俺が悪者みたいになってんの？おい。あんま。お。じゃん。お。え。あ。え。いや、もういいよ。どうした？バカなの？いや、いやああいや、だから行くぞ！欲張りニートアイランド。はい、今回もやっていきたいと思いますけど、完全に失敗だよこれ。クロース。やってきました。ちゃんとしたムツゴロボがショップに登場と。ムツゴロボのレギュラーちゃんとしてる。同時にですね、新しいイベントが始まってるんですけど、ちょっとかなりちょっと何日か日にち空いてしまって、ちょっとへそとね、パズマツとニューパズマツとねやってたおかげであんまりやってないんですけど、監獄アンロックニートは夜目覚める。待て逃げるな逃げるな。面白かった。計算が狂ってしゃーがと、あとウェイターガチャが今2倍とで、こうなんですけど、ここにですね、こういうものがありまして、ここは、イベントアイテムを使ってデコを成長させることができますと。これはね、育てないといけないので、育てるにはイベントポイントを上げるしかない。なんかすげえことになってるし。で、イベントがですね、イベントストーリーが、1話2話と解放されたので、まずこちらを見たいと思います。1話は見たので、見たよね、多分1話見たやつだよね。2話見たいと思う。じゃあ見たよね、見たやつだよね。あ、見た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 。じゃあ2話見たいと思います。気をつけろバカ。うわ、なるほど、いいね。よし、やってみるか。どうする？無理、死んじゃうって。樹脂松すぐ壊せるからな。やっぱ分かってねえなお前。いや、別に断ってもいいからね。
と待って。うん、何やんの。あれ、え、なんで。ダメ。ね、どうしたらいい。それじゃ、どういうこと。そうそう、やれやれ。ふん。なるほどね、チョロマス兄さんもなかなかやるもんだね。なんか何かしそうな感じですね。ペンタイでも処理数がまだ少ないので、とりあえずまずちょっと意識高くなることばかり言っちゃったけど、でもね、空きがないんだよ。減らさんでいけるんだよ。俺も主役やってもいいかな。29分か。まずこれでしょ、これでしょ。豆は無理、これも無理だな。フィゲット、完全に芝居だよこれ。空きがない。こっちは空きあるけど、こっちの空きがない。満杯近いんだよ。何かしら使うしかない。働きたくないね。大根、大根かな。手やんねえばろい。ちょっと書こう。でもリンゴかな。じゃあでも取っとくか。大根回収、全部回収できるかな。あ、変わってる。全部回収できるね。よし、足りないの。まず麦、陶器の足りない。あ、大根は、大根ダメ。大根とりあえず解放して。あいつらどこ行ったんだよ。何この奇跡。あ、7。お、これはゲットだね。ゆっくりしてけよバル。これは解放させて、次かぼちゃ。まだまだあげないといけないな。こんな感じ。完全に芝居だよこれ。違う、空きが足りない。ヘラさんと砂糖、砂糖、よし。いやー、まずこれを増やした後でトキビやろう。そうじゃない、キビよ、キビ。ミルク、まずいな。まずいな。これは早いとこやんないとまずいな。おぉ、来た。これでいけるか。溜め込んでたんだよね。いけるかな。あと1足りない。しまった、やりすぎた。どうするかな。おでん、あ、作ってないな。作ってないな。卵か。するな、これはちょっと圧迫するな。よし、始末。あー、豆結構減っちゃうなこれ。いや、しまった、やりすぎた。いい感じになるかな。早かった。ほんと食
くだらない。4ゲット、これでこれでできるはず。あ、光ってる光ってる。自己成長あ、10分かかるのね。10分かかるのね。あ、嬉しいんだけど圧迫するんだよ。だいぶ圧迫してる。あ、この辺かな。もう一回行くか。この辺いいな。入ってないな。この辺でいいな。で、あと開いてないとこはないか。ないな。ここやってなかった。ほんとくだらないよね。でしょ。なもんか。お肉がある。もらえるか。クリスマスちょうだい。あ、ごめん、カホはちょっともらうよ。変ね。なぜ俺はこんなにみんなのことを愛しているのに傷つけてしまう。よし、さとなんかできるとかって言ったけどな。これ下ろせるとかって言ってたけど、まだ下ろせないのか。ダイヤー、どこだ。痛い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 。はあ、やっぱ下ろせるんだね。じゃあこっちに集めさせてみようか。それダメなの？こういうとこダメ、ダメなのか。てい。これも使わない。ハリネズミの自由が逃げるな。まあでも強いて言うなら。しまった、やりすぎた。なぜ俺はこんなにみんなのことを愛しているのに傷つけてしまう。全部入れてない。こんなことして許されるとでも。ああ、しまーす。えい、よっしゃー、まだまだ。服装がバラバラだよ服装が。十字まず泳ぎにくそうだなそしてアンテナ絡まず兄さんね。こんにちは。あ、牛乳ないよし、じゃあ郷土になし。こっち、あ、と大丈夫かな、大丈夫かな。でもあとトマトや手やっとくか。ここは中の時のための空きをつけとこう。回収できるものは回収したかな。大丈夫だね。あとはこれだありがとうございます。すごい、同じ方がかなり買ってってる。ほんとしょえーな感じだ。この辺行ってみるか。よし、倉庫で圧迫してるやつ。サネタワークだ。
これとか高そうだね。高くできるね、結構。よし。ポテトはかなり安いからな。これ高いんだよな。高いけど1個しか持ってないし。これとかいいんじゃないか。めっちゃ高そう。よし。廃材。いくつかもらったか。本当は外の世界に就職して、ちゃんとした人間になりたい。ああ、こっちはもう衣装変わってんのね。そいつは心が乾ききった化け物さ。ウィンウィンの関係で行こう。ウィンウィンの関係って22話のあれじゃん。これかハリネズミのジレンマ。できてる。日々できてる。これであれ解放かな。もうちょっとか。もうちょっとか。ここはあと、あーまだかかるのね。よしよーし、どっかなんか空きつけとこう。あれのあれするために空きつけとこう。ここでいいか。じゃあいいか。ちょっと収穫正解。あーなんだと、なんだと、ちょっと重心はちょっとね、この辺に。ああこれがいちごの苗がダメなんだ。置いてみる。完全に芝居だよこれ。あ、落ちた。やっぱついうっかり。あー旗いるのね。処理数少なすぎ。これで何も買えない。あ、できてる。1個できてる。こっち。カラマツミサか。これか。ハリネズミのジレンマ。くだらない。あんまり影響のないやつでいいか。でも結構溜まってきたからな。なぜ俺はこんなにみんなのことを愛しているのに傷つけてしまう。変わってるね。だ。ちょっとまず受け取るもんだけ受け取ろう。本当くだらないよね。一括受け取り。まあでも強いて言うなら。牛にできてる。よし。変わってるね。あと久々にこれも引いてみましょうかね。景品一覧。欲しいのはこれだな。フラッグか廃材かな。お金だ。あ、フラッグ出た。あと1分。あと1分何ができる。1分で何をする。これか。まあ、これだよ。ハリネズミのジレンマ。安い。こんなにみんなのことを愛しているのに傷つけてしまう。さあ、あ、13秒。
レベル2までカウントダウン。5秒、4秒、3秒、2秒、1秒、ドン。変化しただけ。成長した具合によって変わるのかな。本当くだらないよね。まあとりあえず成長はしたということで、卵できてるな。早いな、やっぱり。卵は5分だったっけ。なぜ俺はこんなにみんなのことを愛しているのに傷つけてしまう。卵5分で12時ってのかな。では行きましょう。早速行きましょうかね。じゃあちゃんと準備。なんだ、行くぞっていうのかな。確か本編だったら行くぞってどこにあんのってどこにあんの。しも使うのが厳しい。残念でした。180はさすがにな、痛い。買わないといけない。いけん。買ってもいいんだけど。設置してもな。設置してもな。多分イベントの方に使った方がいい気がするんだよな、今のところ。これもう紹介しないといけないからな。紹介はちゃんと紹介しないといけないからな。ちょっともったいないけど、よし奮発だ。よーし来た。邪魔だな、ここにあると。よし、むつご招集。ダイオー、しまった、やりすぎた。なんで理由を言わなきゃダメ。あとはおそ松兄さんをそこで飲んでないで。あとは1、2、3、4、5、十四松どこだ。いた。完全に芝居だよこれ。ちょっと意識高い系のことばかり言っちゃったけど。じゃあ、勝ってるね。俺は孤独に行く。じゃあちゃんと乗せる。完全に芝居だよこれ。クロース、どうすれば。友達、仲間、俺には一生いらない。変ね。変わってるね。向きを変えましょう。猫そ、曲歌ってるんだけど。長松兄さん落ちそうね。で、おそ松兄さんは上で、はあ、ははあ、取っては普通に乗ってて、十四松がなんだろう、これ筋トレしてんのかな。カメラワークをこれで変えれるはずだから、こんな感じか。パシャ。あっと、いけるか、大丈夫か。パシャッとね。
奮発したよ奮発してみました。これでダイヤ購入することは確定したな まさしくアクシデントが起きまして映像が止まってましたこれかハリネズミのジレンマ、完全に芝居だよこれ。ってことはガチャも多分止まったんだよな、おそらく映像止まったのガチャで、せっかくガチネスのガチャ引いたのに、スパイラー傷つけてしアクシデント、ガチャの絵も出てないのか。せっかくこれ手に入れたのに手に入れたのにな。スキルで、もう一回ちょっとチェック。これどういう状況、映像残ってればね、そっちの方使えますけど、残ってなかった場合のためにね、こっちも作っときますというわけで、なぜね、ムツゴ、ちゃんとしたムツゴロボがね、設置できた。無重力スパイラル、なんかすげえことになってるし、こうなるとなんか勝手に台が減ってるように見えるじゃないですか。ガチャ引いたんでね。無理だよ、帰ろうよ。今回は